こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です、今回はですね、自分でできるパーマ。アルミホイルと、こちらティッシュを使っていきます。これがあればできます。はい、あとインターネットの方で、ストレートパーマ用のパーマ液を買ってください。それで、今日使っていくのは、こちらナプラさんのナチュラルかな、こちら、まあ、業務用になるんですけど、この1液を使っていきます。ストレートパーマ用です。あんまり強いパーマ液使ってしまうとあれなので、まあ、ハードとナチュラルと、まあ、ソフトっていう、まあ、力があったとしたら、まあ、硬い髪の方は、まあ、強めのやつの方がいいと思います。で、まあ、普通ぐらいかなと思うと、まず真ん中辺のを選んでください。で、あともし、髪の毛が結構弱い方とか傷んでる方は、ダメージ用のをちょっと選択していただけるといいと思います。はい、で、パーマ液はストレート用を使うのは液だれしてしまうからですね。なので、クリーム状のやつを使ってくださいね。いいですか。はい、で、普通にくるくるにすることはロットを使わないのでちょっとできません。なんとなくのニュアンスを作るパーマっていう形で紹介したいと思います。で、まあこのやり方で、まあ、失敗されてもちょっと僕責任を負えませんので、あくまでも、皆さん個人で、責任を取っていただければいいかなと思います。こちらのアルミホイルを切ります。そしてこれをハサミで半分に切ります。カップがある方はカップ、なければまあ直接取っても大丈夫だと思うんですけど、あと手袋、僕はちょっと今日今手袋が忘れてきてしまったんで手袋なしでいきますが、皆さんはちゃんと手袋をしてください。あと顔周りにクリームを塗ってパーマ液がついても大丈夫なように、保護クリームを塗っていただいた方がいいと思います。あと、もし途中でパーマ液を使って肌が痒くなったりとかしてしまった方は即時に中断してください。まずこの鉢がセットの時に毎回気になるんで時間がかかるんで、そのセットを楽にするためにこの鉢をまず潰したいと思います。この辺にパーマをかけるのと、ちょっとバックにパーマをかけていきたいと思います。で、あとこの鉢周りのところをちょっとストレートパーマこの辺かけるような感じですかね。ここはストッパーかけて、ちょっとこの鉢のところをセットしなくてもペタッとなるような感じにしてあげるとセットが非常に楽になるので、ここをちょっと押さえます。で、ここにパーマをちょっとかけていきたいという感じで、まあこのハケで手袋してくださいね。僕はちょっと今日ないんで手袋しないですけど、はい、まあもうガッチリちゃいます。そのままつけます。パーマをかけたい位置につけていきます。ちょっと手袋ないんで急ぎます。このような感じでまず全部つけます。パーマ液の種類はこれはシステアミンというものです。チオグリコール酸はチオはやめた方がいいと思います。痛みます。システアミンっていうものを使用した方がいいですが、ただ肌荒れとかそういうのもあるんでちょっと気をつけた方がいいと思います。はい、このような感じでパーマ液をつけました。まあ頭皮にはあまりつけない方がいいと思います。このような感じでつけます。はい、ちょっと急ぎます。はい、で、押さえたいところ、僕はこの鉢のとんがってるところのちょっと上ぐらいから下にシェイプします。いいですか。
鉢のちょっと上から押さえたいんで下にシェイプしてここを押さえていきます。あんまり分け目きれいに取っちゃうと跡ついちゃうんですよね、パーマの時。なので結構ランダムな感じにはなっちゃうんですけど、鉢がありますよね。でこの鉢の出っ張ってるこう丸さのあるちょっと上、1センチ上のところから下にダウンシェイプします。だいたい日本人の骨格っていうのは四角いんで、だいたいこの辺もちょっと押さえた方がバランス良くなるんで、この辺、このこめかみのちょっと上あたりですね、目尻の延長線上のところですね、この目尻の延長線上のところ、目尻の延長線上のところから鉢の1センチ上のところをダウンシェイプして、ちょっと押さえていきます。でここにダウンシェイプすることによってここにストレートパーマがかかります。でこの時にちょっと少しパーマ液を根元の方にちょっとつけてあげた方がいいです。でこの時パーマ液が強いと根元折れといって、根元からパックリいってしまうんで、ちょっと気をつけてください。結構そのミスが多いと思います。で僕ここに癖があるんで、立ち上がる癖があるんで、ここをちょっと癖を抑えるんでちょっとつけちゃいますね、多めに。こんな感じにつけます。はい。でここからはもうランダムです。細かいことは気にしません。だいたい指2本分ぐらいの束を取ります。だいたい指2本分ぐらいの束を取り、ティッシュをつけます。ティッシュをつけたら毛先から先っちょからくる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 っとティッシュで、こう分かりますかね、丸めていってるの分かります。でアルミホイル、これを最後までぐるぐるぐるってやったら思いっきりアルミホイルで閉じてください。いいですか皆さん、これちょっと急いでくださいね。パーマ液もついてますから、10分以内にやらないと結構やばいっす。でこのように、はい、毛先までティッシュ巻いたら毛先からくる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 ってこう巻いてくださいね。ちょっと強めでいいと思います。このまま、こういう感じでくるってこう閉じますね。もうね、あんま細かいこと気にしない方がいいですよ。適当にやった方がいいですよ、本当に。そうしないとね、時間経って傷んじゃうんで、本当にもうね、くる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 ってやって、もう結構大雑把にいった方がいいんですよ。ピンパーマーみたいなね感覚でこれはやってますが、あとねちょっと気をつけた方がいいのは前髪っすね。前髪はね後でやった方がいい、ちょっと時間ないんで入れときます。前髪はそう、ここね、こめかみじゃないや、鉢のところを、ここもポイントで、ここを、僕は鉢押さえたいから、ちょっと難しいんだけど、逆巻きにしてるの分かります？こっち。つむじに向かってカールさせてるんですよ。分かりますかね？難しいかな？もし、難しかったら、一回練習してからやった方がいいかも。ティッシュじゃないや。リンスとかで一回練習して、それからやった方がいいかもしれないですね。で、 できるようになったらパーマ液つけてやった方がいいと思います。で、鉢を押さえたいんで、つむじに向かってこう巻いていくような感じです。で、下に巻く、まあどちらでもね大丈夫なんですけど、まあ特に骨格に問題ない方は、下にこう巻いていっても大丈夫です。僕はちょっと気になるので、とにかくこの鉢がすごい嫌で、セットの時めんどくさいんですよね。結構張るんで。だから、こういう感じでやって、上にくる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 ってティッシュを丸めていきます。こういう感じ、結構適当、ね、よっしゃ。なかなかこれパーマの動画ないと思うんですよね。まあ、皆さんいいねとかシェアしてくれたらもっと頑張るんでお願いします。僕も最近ちょっとあんまりね、一般の人向けの動画あんまりちょっと作ってなくて、
ちょっと美容師さん向けのが多いんですけど、まあちょっとやっていきたいなと思ってはいて、まあ、最近モデルさんもちょっとあんまりやってないので、あ、取れてきた。これ取れてきたら、もう一回やります。取れてきましたら、まあちょっとこのぐちゃぐちゃってやって、またもう一回アルミホイルをつければ大丈夫なんで、アルミホイルは最初に作っておかないと大量に、あの後で作ろうとしても時間かかっちゃって大変なんで、そう、そこ注意点ですね。アルミホイルは最初に作る、たくさん作っとく、ちょっと余分に作っとくっていうことが大切です。そうしないと、であとティッシュもこれあんまり強くやると、あのやったら分かると思うんですけど、あんまりそれ破けちゃってですね、ちょっと時間がロスっちゃうんですよね。なので結構優しくやった方がいい。アルミホイルはあの最後の1回はギュッと締めていただいて、そうで、この辺前髪はまあどう巻くかですよね。で、前髪は本当に超ソフトにやった方がいいです。あ、かかりすぎるんで、指2本分ぐらいを、指2本を巻きつけて、わかります？指2本巻きつけてそーっとやるぐらいの、もうほとんどかかってないぐらいでいいと思います。前髪に関しては絶対失敗するんで、前髪本当で厚めでいいです。前髪やる場合は指3本分ぐらい取っちゃっていいですね。そうしないと前髪がかかりすぎてしまうんで危ないです。で、前髪は本当にティッシュが破けないようにそーっとそーっと指2本分を巻きつけ、指2本分巻きつけてくるくるくるってこうやる感じ、そう、こんな感じです。よし、そうです。で、あとこの後ろね、つむじのあたりを、これもちょっとねかかりづらいんで、あんまり厚く取るとちょっとやりづらいんで、ここはすっごい小さく巻いた方がいいっす。ぐるぐるぐるってめっちゃ小さい方が、そうしないと多分かかんない。まあ、僕ランダムにしたいんで外羽にやります。で、小さめに、あ、ちょっと破けたらもうすぐの次のティッシュ使った方がいい。で、ここもちっちゃく、短いところは小さく小さく、短いところは小さく小さく、短いところは特に量をもう指1本分ぐらいで取っていかないと、指1本で取らないとね、かかんないんですね。要はその、毛の厚さによってパーマのかかりって変わるんで、本当にちょっと、本当に少ない量で後ろやんないと、本当かかんないですからね、皆さん。なんで、今これもめっちゃ少ない量でやってるけど、もう感覚ですね、この辺は。もうよくわかんないです、僕も。こんな感じで大仏見たくなってきますね。はあ、疲れた。で、暑い。で、これをこうしてぐるぐるぐるってやっていきます。とりあえずなんか不安だったらもう一個ティッシュつけて、もう何でもいいからもう止めます。これは性格的にきっちりやろうとする人にはちょっと向いてないかも。きっちりやりたい人はちゃんとパーマをかけてください。結構大型向きかな、これは。 A 型の人は向いてないかもな。こういう風にギュッ、最後の一締めですね。もうこの辺短いんでもうかかんないと思うんですけど、この後ろ、まあなんかね、適当に、で、短いとこほど最初のタッチを柔らかくしていかないとティッシュ破けちゃってダメなんですよ。だからね、結構最初のこんな感じです。まあできる限りちょっと巻いてみたいと思います。で、この辺も、ちょっと取って、毛先からくる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 って、もうほんと小さく切るんで、
そのままに巻いていきます。大仏が出来上がってきたと思いますね。ここもね、もうよくわかんないけど、とりあえずなんか巻いとけばいいんですよ。で、そのぐらいの気持ちでやんないとダメです。とりあえずでいい。もう落ちちゃったけど、今わかんないけど、そうそうそう、これ落ちましたけど、もうそれ気にしない。どこ落ちた？もう短いの落ちちゃうんで、もうあんまり落ちるところはもうしょうがないですね。落ちるところはもうかかんないと思っていいと思います。多分本当にかかんないんで、落ちるところ下無理だな。ないか。まあこんな感じで、これ多分取れそうだな、まあいいな。本当に細かいことを気にしないものポイントです。で、ここを押さえたいんで、ここはもうちょっとストッパーで押さえると。だとここはちょっと跳ねさせようかな。このあまりにもちょっと普通すぎるんで、ちょっとここに羽を作ろう。ちょっとデザインになっちゃうんで、ちょっとね、この耳の上あたりを、耳の上あたりほとんどかかんないんだけども、これほとんどストレートに近くなると思うんですけど、ここに、ちょっと外羽にしてかけたいと思います。結構これくっついちゃうんで、くっつかないようにちゃんと分けといた方がいいですね。このような感じで、ここはね、巻かない方がいいっす。ここ結構、ここって貼るんで、貼ったらおかしいから。で、ちょっとここを足そうかな。押さえたいんで。はい、終わり。これで、お時間を置くんですけど、20分置きます。で、大体これ今や、巻いてから、巻き始めて、大体まあ10分ぐらいで巻いたんですけど、まあ、20分ぐらい。ちょっと強めに置くんです。一般的にパーマも普通のビュースターとも流してるんですけど、なんでかっていうと、これ今、1液ついてるじゃないですか。で、ロットだとその上からそれを流して2液とかつけれるんですけど、これ結局外さないとダメなんで、すぐ今やっちゃうと、本当はもうかかってるっていうか、パーマ液は作用してるんですけど、これ今やっちゃうと、ストレートになっちゃうんですよ。だからちょっと痛みやすい、痛みのやり方ではあるんですけど、しょうがないですね。ロット使ってないんで。1液で必要以上に軟化させて、その状態を2液で、定着させるっていうような感じのやり方なんで、あまりいいやり方ではないんですね、正直な話。痛みます。ですけど、もう家でやるとしたらもうこれしか方法がないので、もしそういうのが嫌な方は普通にロットを巻いていただいて薬をつけていただければいいと思うんですけど、なので今から20分置きます。このアルミホイルの上に、ちょっと落ちやすいんで、これがね、ラップした方がいいです。ラップをしないと取れます。いいですか皆さん、そーっとで押し付けてください。これラップをしないと、ラップは前からじゃなくて、後ろから前に向かってターバンをするような感じでやります。いいですか、前からターバンをする、後ろからターバンをするような感じでやります。